日本経済新聞出版社で編集者をしているアミミヤです。もともと記者をやっていて、今出版社の方に出向している形です。で、野見山さんの本なんですけれども、実は本って半年から1年だいたいかかるんですよ、ミニマムでも。ただ野見山さんと最初に話したのが確か6月ぐらいでしたっけ、ですよね。6月ぐらい でそれでなんか急いで企画通しましょうみたいになって、野見山さんが年内にみたいなことを言い出して、いや年内待てよみたいな、それはだいぶ厳しいぞっていう感じだったんです。できるんですかと。だけどまあできますということで、じゃあちょっとやってみましょうかというので、まあ、急ピッチで進め、まあ、なんとか最初11月予定してたんですけど、さすがに11月は厳しく、まあ、12月という形で出させていただきました。で、今回の本なんですけれども、やはり野見山さんの経歴がすごくユニークなので、特にコラムとかで、まあ、特に女性の、まあ、ホルモンの話ですとか、割とその医学的な科学的な観点も含めて入れているところが、まあ、他の本の違いになっているんじゃないかなと思います。で、まあ、気をつけたところとしても、なるべくその生の方の声を入れるのをリクエストして答えていただきました。なのでより多くの人に役立って